ちょっと産んでるんだけど、今引いてきた。今日は、今ね、髪の毛、今、シャワー出て、有酸素してからシャワー出て、あれ髪の毛をね、ゆるパンにしたんでーす。昨日、まだらめさんのところでトレボン・リオカンさんで、あれあ、これこれ。そう。でね、これをね、まだらめさんにから授かった、いただいたんですけど、こちらね、いつも俺使ってるのがこれなんですよ。ヘアプライマーとこちらを混ぜて使ってるんですけど、今回はね、新しいやつが生まれたと。生まれたっていうかなんかね、まだらめさんの、なんだろうな、業界の、すごい方、みたいな。俺あんまわかんないんですけど、すいません。がね、作ったやつらしいっすよ。なんだっけあれ。コング、なんとかじゃないですよ。ジェラ行きます。ちょっとやってみますね。そんなにつけない方がいいね。なんかね、べったりつけるのが俺は好きじゃないから。まあ、ここは俺仕様でね。あ、これ水をつけていて、ちょっと、まあ、乾かした状態でつけるって感じなんですけど、ちょっと乾かして、乾かすの忘れてたな。まあ、いっか。あ、これじゃ少ないの多分。あ、大丈夫か。流れるように。あ、さっき言いましたよね。ゆるパンなんですよ。前巻きゆるパンなんです。私、今今日。あ、今今日とか、今回ね。はい。こう、ぴょんぴょんってならない感じになるの。ゆるパンって。で、この前を上にして。ちょっとこれ見にくいな。で、これは、反り込みはね、ダサい言い方だから。なんだっけ、なんとかアップ。ラインアップ。ラインアップをしてもらってね。反り込みとラインアップだったらもう響き違いますよね。いや、だったら、まだらさんとかだったら、反り込みの方がいいっすね。ガチニコとかやってんだから。よし。はい。こんな感じでね。これもちゃんと固まるんですよ。なんか、これ知ってます？あ、これ出しちゃうといけないか。ちょっと待ってください。これ出すとちょっと角が立っちゃう可能性があるから、ちょっとぼかしは入れられないですけど。おっと、ちょっと見えたかな？ごめんなさいね。これだと自分は固まる。別に見せてもいいか。これだとね、俺ね、うまくいかないんですよね。だからなんか、形状によって、ジェルによって、合う合わないがあって、まだらめさんは、俺が、これとこれがめっちゃ合うっていうことを知ってるから、ね。あ、それに似たような形のやつを、新しく入手したやつを俺に授けてくれたわけですけど、これがいいんですよ。これ2回目です、自分やったの。うん。しっかり固まります。はい。いつもだったら、まあ、固まりが悪かったら、これを使ったりするんですけど、これ固まらないんで、ね。うん。まあいいや。とりあえず、今日は、ゆるパンやりましたよっていうご報告です。さよなら。